はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験談と、そしてその時々でニュースになる病気に関するお話と、そして皆さんが既に知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、ですね、今右目が白内障でございますのでね、字幕スーパーはやめます。あのね、文字の編集をしているとですね、すごくね、目が疲れるんですよね。で、目が痛くなるんです。で、目が見えなくなるんです。で、その後のね、編集し終わった後にですね、もう目が見えなくなってね、生活ができなくなってしまいますのでね、その代わりにですね、字幕じゃなくて文字起こしですね。文字起こしっていうのをコメント欄の一番上にね、ピン固定でね、記載しますのでね、ぜひそちらも一緒にご覧ください。はい、でね、今日はですね、目に関するね、お話なんですけどね、お目目に関するお話なんですけどもね、実はね、目が丸々することによって白内障を誘発してしまうのかもしれませんよというお話になっております。で、今そのことをですね、皆さんにお伝えすることでね、きっとね、皆様のお役に立てることだと思ってますのでね、ぜひね、最後までお聞きください。まあ、というのもですね、僕自身がね、その免疫抑制剤が原因でね、白血病と診断されてからですよ、まあ、すごくね、目のケアをね、慎重にするようになってきたんですけどもね、実はね、先週にね、あとまあ2週間ぐらい必要なはずのですよ、目薬っていうのがですね、切れてしまいまして、だからほんまはね、先週から2週間ぐらいね、まだ余分に必要だった目薬が切れてしまったんですよね。そのせいかしてですね、まあ、これまでよりもですよ、なんかね、目がすごく疲れやすくなってしまっております。でもまあ、あとね、4日もすればですね、通院の日なのでね、しっかりとね、数をもらってね、計算して数をもらってね、帰ってくるね、予定でございます。そしてね、この行楽のシーズンをね、迎えた今の時期というのはね、本来ならばですね、紅葉とかね、山の幸っていうのを求めてですね、お出かけをすると思うんですけどもね、まあ、緊急事態宣言というのがね、明けたことによる、まあ、不安っていうんですか、そんなのがやっぱ心によぎってしまうのでね、なかなかね、その自粛モードっていうのが消えない人もいてると思います。すごく多いと思うんですよね。まあ、2019年くらいまでかな、森ガールとかね、山ガールっていうのが急増してですよ、上昇じゃないな、急増してですね、なんかこうね、モフモフしたね、素材のやつと、あとなんか優しい色合いのね、服装を着てですよ、大自然を楽しみながらね、山頂に登って、ハンバーガーを食べるというね、流行ってたみたいなんですよね。まあ、僕的にはね、その時にね、おにぎり食べろやってね、こうね、思ってましたけどもね、まあ、でもよく晴れた日なんかでしたよね、本当にね、すごく気持ちいいんでしょうね。でもまあ、ちょっとこう曇り空であってもですよ、青空にはまあ劣りますけどもね、目の前に広がる景色というのはですよ、もう素晴らしいものだと思いますしね、周りのね、赤や黄色にね、こう移りゆくね、その緑たちっていうのはですよ、すごくね、こちらをね、癒されますよね。もうほんま心が癒されることだと思います。そんな森ガールとか山ガールっていうのもですね、ほんのね、まあ、2、3年前のね、お話なんですけどもね、今となってはなんかね、懐かしく思いますよね。しかし、そこでね、気をつけないといけないのがね、紫外線なんですよね。まあね、秋からね、冬にかけてというね、ものはね、まあ、夏に比べて夏ほどのね、太陽の照射っていうのはね、ないとは思うんですけども、なんていうんですか、あるじゃないですか、太陽と地球の距離である天文単位ってあるでしょ、決められてる天文単位、これをね、1とする天文単位って、宇宙の広さを測るときにね、使う言葉なんですけども、それがあるんですよ。で、その天文単位っていうのは変わらないので、まあ、季節に関係なくね、太陽から地球に向かってね、紫外線は降り注いでおります。まあ、秋冬なのでね、長袖長ズボンっていうのにね、手袋でしょ、でニット帽なのでね、体っていうのはカバーしていてもですよ、これ実はね、お顔ね、
お顔はね無防備になっちまうんですよ。まあ、たとえねそのお化粧とかね日焼け止めをしっかりしてもですね、お目目なんかですよ、もう隠さない、ね、若者がねほとんどなんですよね。なのでね、たとえですよ、たとえね、あの山道で木漏れ日の下が多くてもですね、まあ、そこを抜けるとね、あのすごい太陽がね降りかざしてくるのでね、サングラスっていうのがね必要になります。そしてこれはね実はね、まあ、あの森とかね山だけではございません。街中でもね、街でもですね、サングラスを必要としている方がですね、お目目を守ることができるんです。でスポーツなんかでもそうですよね、スポーツなんかでもそうじゃないですか。あの草野球のおじさんたちらもね、ゴルフしてるおじさんとかお姉さんとかもね、テニスをしてるおじさんとかもお姉さんとかもね、でゲートボールやね、あのグランドゴルフのね、あの大先輩たちもですよ、サングラスをして目を守ってるんです。しかしね、これらをね見たね、まあ一部の人なんですけどもね、そういう人らにはですね、お前らプロ選手でもないのに何サングラスなんかしてんねん、かっこつけんなやってね、あのちょっと早口で言いましたけどね、ゆっくり言いますとですね、お前らプロ選手でもないのにカッコつけんなや、サングラスなんかしてカッコつけてんちゃうぞっていうね、あのことをですよ、まあ、あのある一部の人はおっしゃられるんですけどもね。でもね、まあ意味が分かればですね納得してもらえると思うんですけどもね。でもね、まあなかなかその意味をね、あの意味が分からないからね、あのそういう人たちはね、あの理解できないんでしょうね。まあね、その人の体というのはですね、そういう人たちもね、僕らもそうなんですけどね、あの人それぞれ、ほんまにね人それぞれなのでね、目に感じる感覚っていうのも人それぞれなんですよ。そして、ね、まあ、今後の体のためね、まあ、これから生きていくための体のためにですね、今のうちから守っていく、今からケアをしていくっていうことが大切であるということなんですよ。ちなみに僕はですね、自転車に乗る時でもですよ、サングラスをしてますしね、あのまあ太陽がかけてきたりね、まあ、そこまで眩しくない時間帯ではですね、あの工事現場用のね、あのなんか目の飛散物からね、目を守るためのね、なんか透明なゴーグルあるじゃないですか、あれのメガネになってるやつなんですけどもね、あれをね、このメガネのね上にかけて、で向かい風っていうのを、ね、向かい風から目を守るために、あのそれをかけてます。もうすごいね、あのそれしてそれをしてへんかったらね、乾燥するんですよね。まあ、形はね、また形の話も後で言いますけどもね、あのしっかりとね、もうなんていうんですか、お肌に密着できるぐらいの大きいやつみたいなのをねしたいんですよね、 してるんですよ。でほんまはね、スキーとかね、スノーボーとかのね、ゴーグルあるじゃないですか、あの縁にスポンジがついてるやつ、ここにスポンジがついてるやつあるでしょ、あれでねピタッとしたいんですけどね、あれじゃちょっとねメガネかけられへんからね、どうしてもね普通にかけるっていう感じにせなダメなんですよ。でもだからその姿を見てるとですね、あの透明ですよ。だからね、メガネオンメガネになってるんで、ちょっとね、あの、まあ、肌から見たらおかしいんですけども、まあ、そんなことはね気にしてられませんからね。というこのようにですね、まあ、目を守るためにサングラスとかゴーグルっていうのはあの必要であってもいいっていうことなんですよ。あのまたね山の話に戻しますけどもね、山頂ね、登頂をするとき、まあ、山登りですよね、登山ですわ、登山をするときにですね、あの多くの人っていうのを、ね、悩ませるのがね、先ほど言ったように日焼けなんですよね、太陽の降り注ぐ日焼けなんですよね、紫外線ね。でその多くの人っていうのが先ほども言ったようにね、日焼け止めを塗るとかね、まあ、帽子長袖っていう服を着るっていうなどの対策をしてるんでしょうけどもね、でしょうけども、そんなね日焼けの原因は先ほども言いました太陽から降り注ぐ紫外線なんですよね。この距離からね、天文単位からの距離が変われへん太陽から降り注ぐ紫外線なんでございますよ。そんな紫外線というのはですね、お目目にもねダメージを与えてしまうんですよ。あの僕はですね、その、まあ、去年のうちにね投稿した動画のコメントでいただいた中でね、やすさんと目もね日焼けするんだよとね教えてもらってね、その時初めて知ったんです。それまではねカッコつけてねサングラスをねチャッとこうしてましたけどもね、まあ、それからというものですね、自分のお目目をしっかり守るためにかけております。なのでね、まあ、この時の僕のようにですね、まだまだ目の日焼け対策っていうのをねしている森ガール、山ガールなどのね登山者っていうのはね今少ないようなんですよ。でなぜねその目の日焼け対策が重要なのかというところなんですけどね、気になりますよね、すごいね。まあ目の日焼けっていう言葉っていうのはね、そこまでこう聞こえがいいもんじゃないし、むしろ悪いですよね。え、目って日焼けするの怖いやんかね、え目もなんか日焼けして茶色くなるの嫌やなって思うじゃないですか。まあそういうわけじゃないんですけどもね、でもその理由になる第一としましてはですね、目の、紫外線の浴びすぎ
っていうのは白内障の原因になるということらしいんです。これっていうのはですね、まあ、前にも言ってましたけどもね、あの目のレンズね、お目目になるレンズに当たる水晶体っていうものが白く濁ってしまう病気でございます。もう以前からもねお話ししてますよね。でこのね白内障というのはですね、実はね高齢者に多い病気とされてましてね、まあ、一般的にはねその加齢ね、年齢を重ねることによってね起こってしまうことが多いんですけどもね、紫外線を太陽に浴びるとそのリスクっていうのが上がることが分かっています。そしてまあ2つ目の理由としましてはですね、白内障以外のねお目目の病気の原因にもなるということなんです。実はねその白内障っていうのは黒目にあるレンズ の病気なんですけども、その周りのね、大部分を占める、ね、白目の部分あるでしょ、お目目の白いところね、その白目の部分が異常増殖っていうのをしてしまってね、乱視っていうのを生じる翼状片っていうその病気のリスクが上がるんです。またねその冬でねスキーに行った時のような時であればですね、雪の照り返しね、パンパンってねこの紫外線が照り返すやつによってですよ、大量のその紫外線っていうのをお目目に浴びるためにですね、目の炎症を起こしてしまってね、雪目ね、接眼炎っていうのもあるんですけどね、そういう目の痛みとかね、強烈な眩しいっていう風な感じを感じる病気を引き起こすんです。そしてね、まあ、何よりもですね山の上というのはですね、まあ、高いところというのはですね紫外線が多いということなんです。これらはねその病気のリスクっていうのはですね、先ほども言いましたけどもね、他のね野外のスポーツね、草野球とかねテニスとかゴルフとかね、グランドゴルフとかゲートボールとかね、先ほど言ったでしょ、そういうね屋外サッカーもそうですけどね、屋外のスポーツでも同じことが言えるんです。なんですけども、それらよりも登山の場合っていうのは特にパーンとね、その、まあ、山って高いからね、紫外線の多さっていうのがね跳ね上がるんですよね。なぜならですね、これはもうあんまりね多くの人はね知られてないと思うんですけどもね、実はね標高が 1000m 上がることにですね、紫外線はね地上に比べてですよ 1000m 下よりもですよ 10% から 12% ぐらいはねパッとね増加するからなんです。例えばねその日本アルプスのようなね 3000m 級の山ではですね、地上よりもね 30% 以上もね紫外線がね多くなる計算になっていてですね、体へのダメージも多くなるんです。だから富士山なんかねもうもろですよね、 30% なんかもろですよね。エベレストっていうのは8000m 級でしょ、もっとですよね、ね怖いですよね。エベレストとかになってきたらね、その紫外線どころじゃないほどのことのね危険が迫ってきますけどもね、まあ話を戻しますけどもね、まあなのでね、そのこのようにですよ、紫外線っていうのは目にもさまざまな病気を引き起こしてしまって、登山ではそのリスクが高くなるってことなんです。というこのようなことからですね、目から紫外線を守るためにはサングラスっていうのをかけることが重要なんですよ。まあ、ただしですね、製品によってはね、ただただレンズに色がついているだけっていうような、ね、ものもありますのでね、まあ、買う際にはですよ、できればね、ちょっとね、しっかりね、お値段とかを見てもらってね、紫外線の透過率っていうんですか、それの低いものを選ぶようにすることをお勧めします。でまたね、その紫外線はね、サングラスの、まあ、隙間っていうんですか、メガネがあったこのメガネの隙間とかからね、こういう隙間とかからね入ってきてたりしますのでね、まあ、細かいことだと思うんですけどもね、まあ、なるべくねこの隙間のないタイプとかね、先ほども言ったじゃないですか、僕目のこの目がのこのお肌とかが全部隠れるようなやつをしてますって言ってるでしょ、そんなようなね、まあ、なるべく隙間のないね、隙間の少ないタイプっていうのを選ぶこととかね、あとまあレンズの大きいやつを選ぶなどしてね、顔との隙間っていうのにもね、これは注目していってもらいたいところでございます。そしてね、まあ、サングラスだけではなくてですね、帽子とかね、日傘ね、そういったのをね、こう併用してね、使ってもらうと効果的です。ということでね、紫外線というのはね、皮膚とかね、お肌とかの皮膚のね日焼けだけではなくてですね、お目目にもたくさんの影響を与えてきます。これをね、ぜひね覚えておいてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。